夏休み中の子どもたちがプロの選手に技を教わります。バスケットボール B3 リーグのトライフープ岡山の選手と小学生が交流するイベントが岡山市で開かれました。憧れの選手と一緒にバスケットボールを楽しみます。岡山市北区で開かれたトライフープ岡山のバスケットボール教室です。 OSK スポーツクラブを運営する岡山スポーツ会館の創業50周年を記念して行われたもので、小学生およそ20人が参加しました。子どもたちはプロの選手からドリブルなどのコツを教えてもらい、バスケットボールを楽しんでいました。プロのバスケットボール選手に会える機会があんまりないのでとても嬉しいです。公園で遊ぶときに使うから、それを習うことが楽しいです。教えて一生懸命やろうとしてくれてるっていうのはすごい自分が教えがいのある仕事だなって、しっかり子どもたちに、楽しいバスケットを教えれるようにしていきたいなって。トライフープ岡山は今後も教室などを開き、バスケットボール文化の普及に貢献したいとしています。